テイラー・ジョゼフ・フェザーストンは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手。ウトを右藤右ち、MLB ミネソタツインズ参加所属。2011年の MLB ドラフト5巡目で、コロラドロッキーズから指名され、6月30日に契約。同日に、参加の A マイナス9トリシティダストデビルズへ移動した。49試合に出場し、打率。 231.2本塁が20打点39アンダーを記録した。2012年4月4日に A 級アッシュビルツーリストへ昇格した。4月8日に故障者リスト入りしたが、最終的に105試合に出場し、打率299.12本塁が53打点113アンダーを記録した。2013年4月4日に A 級モデストナッツへ昇格した。5月25日に故障者リスト入りし、6月1日に復帰した。最終的に116試合に出場し、打率。292.13本塁が81打点、137安打を記録した。2014年3月29日に A 級タルサドリラーズへ移動した。同年は127試合に出場し、打率。 260.16本塁が57打点129安打を記録した。2014年12月11日にルール5ドラフトでシカゴカブスへ移籍した。同日中に金銭トレードでロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムへ移籍した。2015年4月12日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。8月16日に 上勢の負傷で故障者リスト入りした。23日にリハビリのため、参カのトリプル A 級ソルトレークビーズへ移動した。9月1日に復帰した。この年は内野のスーパーサブとして起用され、メジャー1年目から101試合に出場した。バッティングはまだ実力不足で、打率。162.2本塁が9打点という成績に終わった。 守備では三塁手を39試合、二塁手を33試合、遊撃手を22試合で守り、全ポジションでプラスの DRS を記録して安定感を見せた。2016年2月5日にクリスチャン・フリードリックの加入に伴って DF となった。2016年2月10日に後日発表選手とのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。九月十日に d f となり、 12日に40人枠を外れる形で、参加の AA、A、級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。2017年6月9日に、金銭トレードでタンパベイレーズへ移籍し、即日でアクティブロースター入りした。8月28日にディエフェとなり、30日にマイナー契約で参加の AAA 級ダーラムブルズへ配属された。 レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2017年12月15日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。